お疲れ様です。そうです。いや疲れましたね。疲れましたね。今日も疲れました。あれ、動画回してるんですか？回してます。あれ、休憩中に。休憩中に。はい、ちょっと例のことだね。どうもー、デラ君です。どうも。そういえば、なんか最近、はい、なんか青森の方で結構大きな仕事をそうなんですよされたっていうと。そう、100台ぐらいのエアコン、すごい量が多かったんですよね。無事、終わりました。それこそこの YouTube で出させてもらった時に、一緒にほらやる人募集しますって言った時に、応募してくれた業者さんとか来ていただいて、実際にみんなで毎日台数こなして4日間ぐらいで終わったのかな。照明もね、200台ぐらいあったんですけど、それも全部含めて4日間ぐらいでね、気持ちよくみんなで終われたので、達成感すごかったですね。よかったです。かなりいい経験になりましたね。いいっすね。うん、調子いいっすよ。とはいえ、まあそれでいい仕事っていうのも結構たくさんあると思うんですけど、はいはいはい、一方で、なんかこれはちょっときついなとか。仕事ですか。はい。まあ、いいことばかりじゃないのはもちろんなんで、悪いこともやっぱりね、ありましたよ。まさに最近なんですけどね、辞めた仕事もあって、珍しいですよ、辞めるって。現場単位で一現場をお断りしたとかじゃなくて、もう本当にその仕事一切やらないってした仕事が一個あるんですけど、それがね、急ぎで工事行きますよみたいな、緊急対応バリバリやりますみたいな工事をやってたんですよね。やってたんですけど、ちょっとね、やっぱりうちが考えてる工事業っていうものにちょっとね、そぐわなかったのかなっていう。本当にその急ぎで対応する時のいいとこ悪いとこがね、もう全部出てるような仕事だったんで、このままちょっと続けてたらね、必ず悪いものをご提供したりとか、仕事に持ってるプライドっていうのにね、少しこう影響出るようなお仕事っていうのも最近ちょっとあったんで、それはね、もうね、きっぱりやめることにしました。もうやってらんねえとかじゃなくて、もうやめますというお話をして、しっかりやめたお仕事もね、ありましたね。だからいいことばっかりじゃないんですけど、そういう離れていくお仕事もあってね、必ずまあモットーはもう笑顔で仕事、楽しく仕事を必ずやるっていう、もうみんなでこう本当仲いいっすねって言われるような、まあ会社なんですよ。珍しいと思うんです、結構この職人の感じで、そういう楽しいっすねって言いながら笑いながら工事やってるようなね感じですごい珍しいと思うんですけど、それがねやっぱ大事なん。毎日仕事はやっぱりしなきゃいけない。うちなんてほら、日曜日休めなければ平日代わりに休んだりするぐらいさ、休みも不定休なわけだし、そういった中でね、何が自分の心の支えになるかって言ったら、楽しく仕事しないと続かないんで、そういうお仕事をしたいね。でも急ぎで行ったり特急便で行ったり、次の現場も何か緊急であったりとかすると、気持ちにね、全体的に余裕がまずなくなる。なので現場でのね、笑顔っていうのがね、すごい消えてるのがね、もうよく分かったんですよ、現場やっててね。なんで、まあ、良くないなと。このまま続けてたらこう変なループ入っちゃうなっていうのも感じるし、あとその自分がもうテンションが高くない時ってやっぱね、少なからず仕上がりにもかなり影響出るんですよね。もう本当言い方悪いけど、お客様の対応が雑になったりとかする人だってやっぱ出てくるんですよ、実際。なんでね、これはうちの会社のためにも良くない、お客様のためにも良くないと思って、もう辞めるって決めたお仕事はありました。そんな中でね、お仕事いただいてたところっていうのは、自分たちで今までそのやり方でさ、いろんなお客さんといっぱい触れ合っていっぱい売って、で実績を作ってきた会社さんなんで、そういう会社で伸ばす方法もやっぱりもちろんあるんだろうし、そういうやり方で出会えるお客様もやっぱりいっぱいいるでしょ。数いっぱいいるわけだから、逆にさ、急遽で来てくれて助かったわってお客様だっていっぱいいるんで、やっぱそれはね、ただ単にうちに合わなかったのかなって。別にそういうスタンスを否定するとかじゃないんだけど、それでやっぱ一つのお客様ね、現状も行かないで電話だけでね、制約決めて持って行って工事して、その場で集金してみたいなね、そういうのってあんまり良くないなって、うちではちょっとやっぱ思うっすね。本当にさ、仕事のためお金のためにやってるような動きを、まあそうじゃないかもしれない、その会社も別に違うかもしれないけど、そういう風にちょっと思っちゃうでしょ、自分の気持ちで。そうじゃなかったとしても、なんでそういう仕事はちょっとやっぱうちには合わなかったのかなって。 もちろん大事だよ、仕事する上でさ、お金いただくことも大事だし、会社存続させていくためにはね、お金って一番大事なことだし、やっぱ揉めるきっかけになるのってやっぱお金なんで、お客さんともね、お金に関してね、集金とか現場で直収とか、その日のうちにとか、そういうのは分かる。うちも何件かあったっす、終わった後にお金が一向に振り込まれないと。
で家にピンポン行ってもいるっすみたいなそういうお客さんも中にはいるんだよ。そういうでっかい会社規模でやってる人たちがさ、そういう人と出会ったらもう本当に困るっていうのもすごくわかるんだけど、一番に考えたいのはやっぱお金のことじゃない会社でありたいなって、うちの会社的にはちょっと思っちゃったのかな。だから合わないと思ってその仕事をもうお断りするようにしましたね最近。どうでしょう、ちょっとお断りするようにしちゃったけど、やっぱ心残りもあるわけですよ、うん、本当にいいのかなってしちゃってよかったのかなって思うところもやっぱあるし、もうお仕事はお仕事ですからね、うん、でもそういうお仕事の取り方だったらいらないかなって思ったのもまあ事実だし、うん、まあでもうちは会社単位でみんなで従業員で話して決めるから、結論的にやっぱうちには合わないねっていうお話になってお断りはしたんだけど、どうですか聞いてて。やっぱりそれはしょうがないっていうかね、そうするべきっていうか、やっぱりなるべくね、うん、いいお客さんとね、印象として、そういう方がいいじゃないですか。いやー、だと思うんですよね。俺も、なんかね、お金のためにするかさね、仕事のために押し殺してお仕事しても、絶対いつか、もう反発するから、気持ちよくやってなければ。それが、今最初の方、まだやり始めたてとかだったらね、傷が浅くて済むかもしれないけど、どっぷり使った状態でさ、お互いそういう反発が後々絶対起こるって分かってんのに、そういうのどっぷり使ってやってさ、後々もうドカーンってでっかい反発になった時に、どっちの会社もウィンウィンにならないでしょ。もうどっちも得しない結果にしかならないから、早いうちに身を引くなり、やり方変えるなりしないといけないから、まあいい機会だったのかなと思いますけどね。そうですね。はい。ということで、まあ、青森無事終わったよというご報告の動画の方ですね。楽しい動画でした。無事終わったよと。100台つけたよと。そう、これ不思議なことにさ、ちょっと聞いてください。100台あったのね、エアコンつけるのが。4日間で100台つけたんだけど、うん、俺さ、何回考えても、もう何回考えてもだよ。俺ね、2台ぐらいしかつけてないんだよね。何回、こう夜こう寝る前にこう考えても、あれ俺、今日何台つけた？俺も1台つけてねえな。で、次の日、あれ今日俺1台つけて、あとずっと回ってたな、とか。最終的に今、終わって落ち着いてね、請求書とか作りながら考えても、あれ俺2台ぐらいしかつけてねえな、と思って。気づいたらもう終わってた感じで、みんなが本当に頑張ってくれて、いや、本当申し訳ない。まあ、俺つけるよりほら、みんなの管理とかね、何丸番号室に誰行ってとか、そういうの管理ずっと紙でやってたから、その間に手空いたらすぐバカバカってつけてたんだけど、まあ2台ぐらいしかやんなかったっていう結論。98台は。もう俺じゃない。誰かの幸せでできてる感じ。そうそうそう。そういうカラクリ。誰かの優しさで98台できて、2台は実力でね、できてる感じ。うまくできてるね、世の中。って思いました。本当に協力してくださった皆さん、ありがとうございました。楽しくね、工事できたっす。本当にね、みんないい人で、笑いながらできるような感じ。冗談言いながらさ、現場で。俺、あの環境、本当に楽しかったなと思って。で、みんな一生懸命やってくれて、物もないない、どこに行った、どこに行ったってやりながらね、楽しく毎日、喋らない日がなかったね、みんなと。っていうぐらい楽しくやらせてもらったんで、いい経験でした。またね、そういう大きい物件とかさ、台数いっぱいある時で短期で収めなきゃいけないっていう時とか、結構うちの、まあ、携帯あるんで、仕事的に。ぜひそういった時にね、お力添えしてくれる会社さん、マジで楽しくできるんで、ぜひね、やりたいですっていう方もね、コメント欄とか、あと概要欄からね、ホームページの方飛んでもらって、協力業者募集の時に、そういう一斉の納品の時、ぜひお手伝いしたいです、なんていうのも、ね、言ってくれるとすごいありがたいんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、デラガンでした。バイバイ。I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers. And bring her one of my t-shirts. So it smells like her perfume.Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love.That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs, and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me.
did I, I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. You hold my hand.